はい、皆さんこんにちは、脚本演出そしてプロデュースもやる成瀬優瀬でございます、よろしくお願いします。今日はね、こちらでございます。キャスティングの心得ということでございますね。キャスティングというのはまあ要は役者さんですよね。役者さん、あんな役者さんのキャスティングしたいなとかね、こんな役者さんと一緒にやりたいななんて思った時に、まあ、どういうことを考えてどうやってやったらいいかということをちょっとお伝えしたいなと思います。はい、キャスティングっていうのはね、昔はタレント名鑑ってね、ご存知ですかね。まあ、ネットで今も検索してもらえれば分かる、タレント名鑑って言って本があって、まあ、このなかなかね、芸能事務所っていうのは住所が載ってないんですよ。それはやっぱりセキュリティの問題というかね、まあ、なんかよく分かんない人が、いや事務所にやってきたら困るじゃないですか。だから、まあ、そういう意味であんまりその住所をね、まあ、もちろん公開してるところもあるし、あるんだけど公開してないところの方が多いかもしれない。なので、そうするとでタレントメーカーには住所が一応載ってるんですね。電話番号も載ってるっていうので、まあ、タレントメーカーを使ってやってる時が多かった。だから今は、まあ、ネットもね、まあ、発達してるので、発達してるって変な言い方だけど、なので検索すると、まあ、出てくる、なんや、そのタレントサイトとかね、事務所名やったら、まあ、お問い合わせフォームとかあるじゃないですか。まあ、本当に知らなければそこから問い合わせたりするっていうこともあったりします。もう本当に新規開拓というかね。ただ、まあ、なかなかね、そのキャスティングだけじゃないけど、なかなかこの問い合わせフォームでこう送るっていうのって、なんか変な飛び込み営業みたいな感じで、なかなかこう返信が返ってこない時があるから、基本的には僕の場合はね、新規の時にはもうツテを使うというかね、誰々さんが知ってるこのマネージャーさんの、さらにマネージャーさんを紹介してもらうとか、なんかそういう紹介の方がまあ確実というかね、感じはあります。というのが大前提ね。その芸能事務所に連絡するときにっていうことです。で、実際にじゃあその芸能事務所のマネージャーさんに、例えば A さんのマネージャーさんにお話をしたいというときには何が必要なのかということですね。その前に、このアタックリストの作成というのがまずありますね。このアタックリストというのは何かというと、例えば役職すごい作品があってね、例えば、まあ、ドラゴンボールがやりますと、ブランプテンかしないと思うけど、ドラゴンボールやりますって、孫悟空の役をですって、で孫悟空の役を誰がやりますかって時に、孫悟空、まあ、本当ね、シートみたいなの作るんですよ。まあ、孫悟空の顔、まあ、イラストが入ってて、でそれに似てる人とか、それにアタックしたいなと、こう役者さんがね、いましたら、そのアタックリストといって、これ作るんですよ。役者の名前を書いてね。で、まあ、同じくキャラクターで、じゃあクリリンをキャスティングしたいとかね、そのベジータをキャスティングしたいとかね、絵が下手すぎて、でそれに対してのそのキャスト候補というかね、この辺もキャスト候補みたいなの作って、まあ、連絡先作って、まあ、こういうなんかシートみたいなやつを作って、キャストを当たっていくという形ですね。あと、まず制作委員会とかなんか組んだ時に、まあ、あるいは原作元にどんなキャストを当たろうとしてるんですかって聞かれることがあるんです。そういう時に、まあ、こういうアタックリストを作って、今こんな感じの役者を当たろうとしてますということを、まあ、シートとして見せるっていうのは、まあ、大前提としてありますね。これアタックリストっていうのは作ることはありますね、ということで、まあ、これは大前提として置いといたとして、さっきの話に戻ります、事務所に連絡したいと。事務所に連絡したいって言って、まあ、紹介で連絡するか、あるいは、まあ、サイトかなんかからお問い合わせフォームがなんかしましたと。で、その時に必要なものとしては、まあ、ね、ただ単純に連絡したら、ただのあれじゃないですか。ね、誰やねんってなるじゃないか。まず、武器の準備。ね、武器の準備。じゃ武器ってのは何だか。何だかって何武器ってのは何でしょうかね。何も武器。まあ、相手を要は、まあ、倒すってことじゃないけど、なんか相手に向かっていくときにはさすがにもう手ぶらでね、突っ込んでてもすぐ負けちゃいますからね、まず武器は何かというと、前ちょっとお伝えした別の動画でもありますが、企画書ね、企画書っていうのを、まあ、ここに書きました。企画書は武器の一つですよ。だって何をするか書いてる、どんな作品をやってどんなことをやろうとしてるのかっていうことが書いてますから。で、まあ、舞台の場合だともう日にちが書いてるのが多いかな。この日にちにやりますと、この高校でやりますっていうことが書いてあるから、まあ、まあ、企画書はまあ最低限、まあ、概要を出す人もね、いますけども、企画書を出すということがまず一つ。それから、役柄ですね。まあ、そこにも書いてあるかもしれない。企画書の中にも書いてあるかもしれないです。役柄。どんな役柄か。ね。
まあ、マネージャーさんから立場からしたらね、どんな作品やるのかっていうのは、まあ、分かりましたと。で、どんな役なんですかと。まあ、役者なんですから、向こうは。どんな役か分からない以上は、ちょっと答えもできませんということで、まあ、やっぱりこんな役ですよと。ね、さっきの言った、ドラゴンボールのクリリン役ですよとかね。なんかそう、まあ、テニス王子さんのあるじゃないですかね。その、越前龍馬役をお願いしたいですとか、まあ、あれはオーディションですけど、まあ、そういうような役柄を聞かれるということなので、役柄、どんな役柄かを提示する。それから、まあ、武器の方も、プロット、まあ、わかりますかね、プロットっていうのは、台本をもっと骨組みにした感じのやつなんです。プロットっていうものです。も提出し、もちろんした方がいいですよね。まあ、これはね、なかなか提出できない人もいるんですけど、企画の時に。俺はね、あった方がいいと思う。だって、その役柄わかりましたけど、どんな役をしてるのか、どんな風な、その、舞台の中で、どういう役割を果たしているのかっていうのは、やっぱり中身は内容を見ない限りはわからないから、まあ、プロットをやっぱ提出する。ね。で、まあ、もっと言えば台本があればいいですね。台本。台本でこの役ですって言ったら、もう見ればもうセリフがどんな感じかとか全部わかりますから。まあ、ただね、企画の段階でこのキャスティングっていうのが動いてるのは、まあ、だいたい、本当は1年前ぐらいでね、例えば今から1年後のキャスティングをしますっていう時には、台本とかがあるっていうのは、まあ、再演ものは別ですけど、まあ、やっぱり新しくやるっていうのはなかなかないので、まあ、原作ものだったら漫画とかね、そのまま渡せば、こういう役ですっていうのはなんとなくわかるかもしれないですけど、ただまあ、台本をそのまま あるに越したことないけど、なかなかないぞと。ただ、大物を捕まえたい場合。大物を捕まえたかったらもう台本ないとダメですよ。やっぱり、もう大手とか大物になればなるほど、もう中身をすごい気にしますから、そういう意味では、台本は必ず用意した方がいい。っていうのと、あとは、ギャラですね。はい。無償でやってくれっていうのは、まあちょっとね、何かのチャリティー以外はないですから、だから、ギャラがいくらなのかとかっていうのとか、拘束期間がどのくらいなのかっていうのを提示してあげる。まあこれは企画書に書いてます。という武器の準備をして、それで相手がどうですかと言って判断を仰ぐということでございます。まあそれだけです。それでどうかっていうだけの判断ですね。でね、これはね、キャスティングの人にもすごいパターンがあるんだけれども、例えばさっきのアタックリストの話でね、まあ第一候補がいますと、で第二候補がいますと、第三候補がいますと、ありました。でね、第一候補に当たります。で、第一候補が断られたら第二候補行きます。で、第二候補断られたら第三候補行きます。っていうことをやってる人がいるんですけど、まあ、これが正解と言われたら正解なのかもしれない。それはやっぱりその、このね、この人に、まあ、浮気をしないというかね、もう浮気をしない。だから、この人だけに行きたいと言って、この人がやっぱ断られたからもうしょうがない。じゃあ、この人。ね、で、この人ダメだったら、それはもう正しいですよね。ある意味正しい。ただね、僕はね、この昔からの習わしをちょっと疑問をしてます。それなんでかっていうと、返事がすごく遅かったりする。第一候補で当たりました、ダメだった場合とかって、すごく引っ張られて断られちゃったりする。もうすごいすごい長いことを引っ張られたんだけど、最終的にダメだったとか、そういうのがあったりすると、えってなるわけです。そういう経験もしてるわけです、私。なので、それをね、そんな一個一個待ってたら、キリがない。だから、もうこの人も当たるし、この人も当たるし、この人も当たるというような、やり方をやってます。これが正解かどうかわからないですけど、僕の場合、うちの場合は、僕っていうか、うちでやる場合は、そうしてます。で、ただ、ただね、例えば、第一候補と第二候補、どっちもいいですってなった場合、えってなるじゃないですか。もうお願いしますってお願いしてるのに、ダメだ、はい、OK です、OK ですって言って、OK、2人出ちゃったみたいな風になっちゃうと、それはさすがに問題がある。申し訳ないし。だから、これはね、あくまで候補っていう形で提案をします。だからこの、例えばドラゴンボールのね、孫悟空役の候補として、ちょっと制作委員会に名前を挙げたいんで、それ大丈夫ですか、どうですかっていう形を取ったりします。これは、まあ、別に裏技ってことじゃないんですけど、ただ、絶対にお願いしますってもうオファーしたと断るのはすごく申し訳ないから、ね、ただ、候補、もちろんその原作確認もあったりするから、実際これ嘘ではないんですよ。だから、候補として名前を挙げさせてほしいです。で、っていうのであれば、最終的には、ちょっと候補と外れちゃって、こっちの役でどうですかっていう話もできなくもないし、なので、そういうちょっとやり方、は、取ってたりするので、ここはちょっとまあ少し、交渉術というかね、そういうのが必要かなというふうなことは思ってますので、必ずしも僕が第一候補で待って、ダメだったか次っていうのは、ちょっとなんか効率が良くないなっていう、それをそういうことをやってる昔のタイプの、
人はどうかなって僕はね思ってるんですよ。これはでも反論というかね、それを良しとしない人もいるからあんまり大きな声で言えないんですけど、まあそういうことです。で、まあそういうことがありますので、で結局ね、それも やってるんで、とりあえず断られて、結局それも断られた、全員断られたと なった場合、全員もうわたくいろんな人を断られた場合のことをちょっと想像してみましょう。で断られちゃったと、なんで断られたのかなってね、なんで断られたのかなって思いますね。なんでまあもちろんお伺い立てて答えてくれるところもあります。無理ですって、ちょっと難しいです、今回はご遠慮させていただきますって連絡が来ましたと、こういうの全部提出してね、提出物提出してどうですかって言って、で断られた、まあ単純に断られた原因考えましょう。スケジュールが取れませんでしたとね、スケジュールが取れませんでした、あそうかと、まあこの期間、その期間もう舞台かぶってるんです、本番かぶっててもう決まってるんです、ごめんなさいっていうのはある。これはもう物理的にもうしょうがないですよね。だってスケジュールが取れないんだから、もう本番2つやれるみたいなこと言われてもそれはそれは難しいから。だから、もうこれに関してはもう物理的に難しい。で、2番目、ね、作品の内容が、で断られた。ね、まあありますよね。でも女性とかの、例えば脱ぎがあるとかね、いや、この内容をちょっとおっぱいポロッと出すのは、ちょっとおっぱいはっつって、断られることもあったりして、その内容自体がこのグロいのは難しいですから、ちょっとこの BL ものはちょっと難しいです。なんか、作品の内容とか、ただ、あと単純に面白くないとか、ね、全然内容面白くないんですけど、つって断られることも、あるかもしれないですね。まあ、という内容で断られる場合、ということ。あとは、まあ、そのメリットを感じないっていうことですね。まあ、内容云々ももちろんそうなんですけど、他のメリット、例えば、お金も、もうクソ安いですと、ギャラがめちゃくちゃ安かったり、まあ、あるいはそれに対してのその、出たことによって、もちろんその時間が拘束されますから、時間が拘束されることによって、それを出る意味ってやっぱりね、事務所も考えるじゃないですか。でそれを考えた時に、これの出て何の意味があるのかなっていうことを考えて断る、やっぱそれは意味あんま意味がないなと思ったら断られることはあります、はい。で逆に言えば、スケジュール以外は、まあでもスケジュールもね、やれる、うまいことやればできるんですよ。その人をどうしても捕まえたかったらね。この人にどうしても捕まえ、この人をどうしてもやってほしいと言ったら、で、まあ、スケジュールの場合、まあさっき言った、その日にちが決まって、劇場が決まってて、この日にちで決まってるっていうんじゃなくて、もうその人がどうしても出たかったら、出てもらいたかったら、もうその人に合わせたものをやればいいんですよ。わかりますか？分かりますか？その向こうに聞いて、これ内容はじゃあ面白かった、この役もやりたいと言ってもらえた、じゃあ空いてるスケジュールをちょっと聞く、ね、この期間とこの期間だったら空いてますって言ったら、じゃあ分かりましたと、じゃあこの期間で劇場を抑えますよとか、劇場をもともと撮ってるところとちょっと制作委員会組んでやりますっていうこともできるんですよ。そうですよね、逆算すればいいだけだから。だから、そういう意味ではスケジュールを例えば抑えるのは、まあ、先にその向こうが、それでも出たいって、内容的には問題ないし、出たいけど、スケジュールだけ取れないってなったら、まあ、ちょっとそういう方法もあるよということです。それから作品の内容、これは面白くないと。これはもうね、頑張れと。作り手頑張れとしか言いようがない。なんか作品の内容とか、役、例えば、この役がちょっと難しいとかね。であれば、じゃ例えばこの役はどうですかっていう、なんか、やらしい話、展開もあるかもしれないし、内容もちょっと面白く、もう一回ちょっとトライしますんで、内容見てくださいって言って、内容書き直してね、台本とか書き直したり、プロット作り直したりして、どうですかっていう、諦めなければ、その人がどうしても出てほしかったら、まあ、そういうふうにすることもありますよ。あとはもう、だって、あとはね、もうメリット、例えば、じゃあお金が少なかったと言われたら、もうじゃあお金あげますよと。お金もうちょっとプラスしますよと言ってどうですかっていうことも別にできるかもしれないし、名声ね、これもまあやっぱその人が出る意味がやっぱ考えるので、例えばそれが、演出家で、ね、この演出家と一緒にやりたいとかって思うかもしれないし、あるいはまあ今よくあるテレビとのコラボとかね、まあ事務所っていうのはなんとなくまだ映像神話がありますからね、映像とまあなんかもうテレビの時代終わってるにもかかわらず、やっぱテレビ出たいんですよね、皆さんね。なんかテレビ神話がまだ業界に残ってる。だから例えば舞台やりますだけじゃなくて、舞台とテレビのコラボになりますっていう風なのがあるとやっぱ出やすくなったり、何かしらこういう名声っていうのはついて回りますね。この劇場とか
こんな劇場とか、あとは共演者ね、このベテラン俳優とやりますとかっていうと、出ますとかっていう、なんかいろんな方法があると思うんですけど、とにかくまあ断られた理由がもしあるんであれば、断られた理由を探って、それをじゃあどうしたらいいかっていうことを考えれば、キャスティング、その人をキャスティングすることができる。ということでございます。はい。キャスティングは、まあ大体こういう感じでございますね。もし、この動画が、なるほどと。あ、こういうことやってるんだなと、ちょっとためになったという方がいらっしゃれば、ぜひ高評価あるいは、チャンネル登録の方よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。